皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して、世界にたった一つだけのチームを作る。やるたびに完全に、新しいチームが出来上がります。はい。永井健介ですね。まあね、ちょっとステータス上がったり下がったりで、これ再設定し直されて、まあね、以前よりは、若干上がった感じの、スピードとフットワークに秀でた選手になりましたね。で、動き出しも79と。で、プレッシング88、これ高いですね。はい、守備意識も高いと。まあ、一方でね、低い、特に真ん中の、列ですね。ここの低いステータス、ボールタッチ、ドリブル、キープ、パスみたいなね。はい、この辺の低さは若干目立ちますね。ただもう、世界とも戦える選手だと思いますね。はい、久保優也がいます。動き出しで点を取るストライカータイプの選手。見逃せない能力ね、シュートとキック79、79と、はい、ほぼ80ですね。これが高いですね。原口元気ですね。はい、この人一人いるとね、中盤およびサイド、ディフェンスがね、安定しますね。サイドで入れば、サイドバックが2枚いるかのようなスプリントの回数になると。で、中盤で使っても、プレッシングが十分に効いてくれると。アルジェリアのフェグリ、カンテ、井出口、マキノと。ダビド・ルイスまで強すぎますね、これ。ウルグアイのコルテスです。セルヒオ・ラモス。いや、ここ硬いですね。レアル・マドリード、ダビド・ルイス、チェルシーから、今どこですか？まだチェルシーですかね。はい。カンテも、そうですね。井出口。いや、はい。キーパー、メキシコのオーチュアが入ってますね。で、控えが、久保建英、サコンの酒井ごとく、スリーマニと。はい。相当硬いです。どうしようか。牧野が交代要員かな。はい。まずね、これはフォワードから決めた方が、まあ、長井と久保がいますね。で、酒井、久保優也の方ですね。で、あとウィングですね。サイドの起点を誰にするかっていうね。まあ、長井ウィングか。長井ウィングでもいいですね、これ。まあ、長井ね、ウィングにした場合、久保をね、ここで使えますね。で、まあそうですね。ペグリもね、ウィングがあるんですよね。まあ、コンノ入れますか。はい。で、スリマニ、ゴートク、まあ、負けのあたりが交代要因ですね。で、まあ、そうですね。原口サイドですかね。いや、ここ難しいな。どうしようか。まあ、あるいはね、こういう組み方するか、原口中盤にして、プレッシングの要にして、まあ、原口ここですかね。入り口を中盤の要にして、で、右でね、ちょっと下げて形を作るみたいなね、こういうやり方も、まあ、こっちの方がいいか、考えられますね。どうしようか、これでやりますか。最終ラインね、非常に硬いですね。特に、まあ、これね、いろいろやり方考えられますけど、ダビル・ルイスをね、真ん中にすると、このロングフィード能力ですね、これが生きて、パサーとして攻撃が活性化すると。で、一方でね、カンテを真ん中にすると、プレッシングマンですね、あとインターセプトと。これ、ディフェンス重視でいくときは、カンテが真ん中がいいですね。で、セルヒオ・ラモスもね、まあ、両者の間を取ったような、あ、でも、ロングフィード低いですね。はい。セルヒオ・ラモス、決してね、ビルドアップ悪くないですけど、やっぱりリスクを取ったパスがレアル・マドリードで多いんで、どうしてもね、なんかミスをしている印象がありますね。ただこれ、センターバックでね、リスクパスをね、出す役割を担ってるんでね、ミスの回数に注目するんじゃなくて、通してるパスの回数ですね、これが多いんで、まあ実際はね、決してビルドアップ下手ではないですね。まあ、ダビド・ルイス真ん中にします。ちょっと、まあこっちの方が安定するけどな、どうしようかな。これでいきますか。はい。左、久保優也、長井、サルグシ、右が久保建英、スタコンのフェグリと。はい。これはもう圧勝の陣形ですね。コートジボワールがいます。ルイスちょっと一回下げてね。ここからもう、ここですね。うまく使って。久保建英さんのロングフィード。ダメですね。ちょっと今。はい。ここはもう1点ですね。いや。1点と言いながら。あっさり。はい。ルイスからサイドに起点にして、久保建英ボールキープ。かわしてシュートと。はい、いいですね。今ね、コロトゥールで、アタックしに来ましたけど、久保のね、柔らかいボールタッチ、細かいボールタッチでうまく持ち出して、見事シュートまで行きました。うん。はい、割って、フェグリですね、これは。久保田優也から竹内さん、シュートと。はい、このね、久保のコンビネーション、かなりいいですね。はい、久保優也から長いと。長いネジも自分で持ち込んで、はい、自らシュートで1点ですね。このね、1対1で勝負できるウイングの
長井の強さですね。はい、これが心強いところではありますね。いや、ややトゥレ。そうか、中盤飛ばした方がいいのか。ちょっとね、ややトゥレが硬すぎるんで、まあできれば縦に速いサッカーをね、展開した方が美味しくはなるけど。はい、フェグリーの非常にうまい持ち出しですね。センターにスペースを見つけましたね。永井がプレッシングいきます。はい、これはやめない。セルヒオラモスがいきます。ちょっとね、ジェルビーニョだけ本当要注意ですね。はい、フェグリーがキープ。久保建英、ここ通して久保優也のシュート。はい、コンビネーションは非常にいいですけど、まあ、やっぱりね、コートジパルの寄せがかなり早いですね。今、もうちょっとね、もう一歩持ち込めれば完全に1点だと思うんですけど、はい、久保優也の動き直しで、永井がね、サイド破って、折り返してシュートで1点ですね。はい、永井が行きます。うん。今度は行きます。セルヒオ・ラモス奪って1回下げますか。危ない!それはひどい。今のためですね。はい。ヤヤトゥレから原口が奪います。ここね、ドリブルスペースですね。いや、もう自ら。やばい。今のためだ。はい。サマンカルから長井が奪うと。はい。4-0 ですね。いいですね。フォーメーション的に決して悪くないと思いますね。交代要員ね、マキノと酒井ごとくできれば入れたいですね。スリマにはまあ入れなくても。あ、でもそうか。入るとこないか。マキノどこに入れるんだろう。久保入れんのか。久保変えて。まあそうですね、久保優也でしょうね、帰るとしたら。酒井豪徳、ウィングバックですか。まあ長い帰る感じですかね。ちょっともったいないですけどね。いや、そうか、センターフォワードか。ちょっとこの辺ね、もったいない組み合わせですけど、まあ、豪徳入れるとしたらこうですね。で、これで、サイド幅取るタイプがこの2人になって、で、あとは中央に荷重をかける、みたいな感じですかね。ここも上げようと思えば上げられるんだよな。うん。いやー、これですか。まあ悪くないですけどね。ちょっと今野の役割がね、微妙なフォーメーションではありますね、これ。ただ、まあこういう形も作れることは作れるんで、ちょっと見てみますか。中央ね、相当荷重かかってますね、これ。はい。右境、左巻きのですね、原口がプレッシングいきます。やばい、それはダメ。はい、そうですね、真ん中で崩す形で。いやー、サイドいない。パスがひどい。ダビド・ルイスのロングシュートですね。いいですね。ためが非常にいいですね。はい。わー、もうほぼ1点。はい、ニアで、長井のシュートは打てないと。ちょっと横使います。ダビド・ルイスからロングフィードで、落として当てると。いや、カット。入り口からロングフィードで、はい、当てて、ここそうですね、ここで勝負できないと。いやー、マキノつらい。あ、マキノじゃない、ゴートクか。今のね、せっかくサイド幅取ってるんで、1対1で勝負しないと、きついですね。はい、マキノのクロスと。いや、ダビド・ルイスのロングシュート。ちょっと今ね、クロスの上げミスですね。はい、久保建英、ドリブルで崩しますね。いや、奪われてる。はい、クロスに長いと。ああ、いいですね。長いのはやっぱり強さが出ますね。今、動き出しで競り勝ってる感じですかね、多分。はい、ドログバ対セルヒオ・ラモス。ここ、出口が行かないと。危ない。はい、出口奪いましたね。ラモスから、ここ、多分いますね。はい。酒井豪徳がボールキープ。真ん中、長井でシュートと。はい、いいですね。シュートまでいけてるんで。まあ、枠外がね、多いですけど。カンテのドリブルですね。強いですね、やっぱり、コルトゥレが。ちょっとコルトゥレにやられすぎな感はありますね、これ。
いやー、入り口の強烈なロングシュートですね、今の。さあ、1点が欲しい。原口から折り返して、コロトゥーレと、ヤヤトゥーレか。はい、というわけで、4-0。はい、ちょっとね、後半が、やっぱりね、稼働率落ちちゃいましたね。前半ね、非常に良かったですね。ただね、後半、牧野と酒井豪徳ですね。この二人、ウィングバック配置したんで、やっぱりウィングバックね、ポジションが不安定ですね。で、コートジボワールサイドに強いね、ジェルビーニいることは、あとサモハンカルですね。この二人、要注意なことは要注意なんですけど、ウィングバックがね、ディフェンスにしっかり効いてくれるかどうか、そこがね、不明確なところがありますね。全体を通してね、ウィングバック非常に流動的なポジショニング取るんで、いるときはいる、いないときはウィングの高い位置にいるっていう感じでね。ディフェンダーとしてちょっと期待できないところが、まあ、ポジショニングでね、ありますね。はい。そこはしょうがないですね。まあ、ただ全体的にね、メンバーは非常に良かったですね。特に、まあ、一番良かったのはやっぱり最終ラインですよね。カンテ、ダビド・ルイス、セルヒオ・ラモスと、もうね、クラブチームとして十分通用する、セルヒオ・ラモスとね、ダビド・ルイスなんて本当に理想的なセンターバックラインですかね。はい。でそれにカンテがね加わってボール排除、相手のねパスを排除する役割になってるんで、スイーパーですね。はい、これが本当にね強力ですね。コートジボワールとしては付け入れすぎがなかったと思います。ドログバだけではね完全に完封の様子でしたね。コートジボワールとしてはねジェルビーノ使って左をねなんとか破るしかなかったですね。ジェルビーノなら、まだ1対1で勝負してねこの3人を、まあ裏をかくことができる選手だと思いますね。はい。でまあ、攻めては永井健介、久保建英、原口元気と、まあ、この辺の選手、あとね、中盤を固めたのが今野と、もう一人、井出口ですね。まあ、今野と井出口ね、非常に安定的な活躍ですね。まあ、特に井出口のプレッシング能力ですね、これはいつ使っても非常に効いてくるという感じですね。ただ、まあ、一方でね、パンチ力ですね、攻撃の面で、井出口なんかね、もっとロングフィードね、多く飛ばして、正確にね、飛ばして、そうすればね、試合展開、よりね、急激になって、より有利な展開に進めることができたと思いますね。はい。非常に良かったと思います。原口元気、使い方がね、ちょっとやっぱり難しいですね。ウィングで使うとすると、効いてくることは効いてくるんですけど、やっぱり中盤でね、できればセンターミッドフィルダーで使いたい選手ではありますね。原口元気、最大の特徴で、プレッシング能力ですね。これが本当に、ウィングスとしては本当にズバ抜けてるんで、それに加えてドリブルで勝負する力ですね。これが非常に高いということで、ディフェンスもできる、ウィンガーという感じですかね。はい。これ本当にね、稀有な存在だと思いますね。で、やっぱりね、攻撃に頼るのが久保建英ですね。この人のドリブル突破能力ですね。はい、これは非常に良かった。でも、やっぱりね、コートジボワール、プレッシングが非常に激しくて、素早く詰められるとね、ちょっとボール奪われる局面がまだまだありますね。久保建英ね、1対1で勝負できる非常に才能あふれる選手ですけど、まだ体がね、完全には出来上がったと言い難くて、なおかつね、ボールダッシュ能力は高くなってきていますけど、本格的なコンタクトプレイ、ボディコンタクト、体ぶつかるプレイが入った時にまだ、負けてしまう局面がね、多く見られますね。はい。まあ、発展途上のね、10代なんで、ここはしょうがないですけどね。はい。っていう感じですかね。全体的に非常にね、充実したメンバーで、充実した、まあ前半ですね、特に後半やっぱりね、最近ね、後半にガラッと大きくフォーメーションで変えることを試してますけど、やっぱりね、無理して変えてるんで、ちょっとね、うまくいかないことを、散見される感じですかね。はい。まあ、これはしょうがないですね。でも、だいぶね、参考になる内容ですよね。やっぱり、悪くいかないフォーメーションで試さないと、何が悪いのかよく見えてこないですからね。はい。こういうのね、試して、どんどん、サッカーに対するね、知見を深めていきたいと思います。というわけで、今回はサッカーコートジボワール代表相手に4-0でした。また次回、シャッフルモード、やっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。